2022年シマノオンラインフィッシングショー、シマノインストラクターの織本隆義です。今回一つ天野の新たなロッドを紹介します。まずは円月 XR 一つ天野マダイ。まずはじめに一つ天野ロッドに求められる軽さ、感度、そして天野を操作しながら巧みに誘う操作性、わずかな当たりや変化を感じ取る感度、これが非常に重要となってきます。そんな円月 XR はそんな理想性能を兼ね備えています。円月 XR 一番の特徴の一つは、自重が軽いだけでなく軽さ、振った時にも軽い。前のモデルと比較するとですね、なんと自重は 19% も軽くなっているんです。振り重りを表す慣性モーメント指数はなんと 15% も軽減しています。円月リミテッド、一つ天野マダイ、自重などの数値は実際に使った時の真の軽さを追求した最上級ロッドがありますが、円月 XR はまさにその血統を受け継いだモデルと言っていいでしょう。もう一つ円月 XR の特徴、感度、カーボンモノコックグリップを採用しています。軽量でかつ高感度のカーボン一体型のリアグリップであるカーボンモノコックグリップ、さらに穂先にタフテックインフィニティのカーボンソリッド穂先、カーボンモノコックグリップとの相乗効果でハイプレッシャー時の繊細な当たりや潮流の変化、海底の質感をしっかりと感じ取ることができます。その他にもこだわっています。穂先のガイドはもちろん X ガイドを採用しています。軽量で強く絡みづらくトラブルを抑えてくれます。バットガイドは角やデコボコがないラウンド形状でライン放出性能が高く、一つ天野で主に使用する極細 PE ラインも傷つけることはありません。アイテムはスピニング5タイプ、ベイト2タイプ。その中でも自分のおすすめはですね、235MH プラス、こちらですね。瀬戸内で主に使用頻度の高い8号から10号での最近非常に流行してますリアクションバイトを狙ってかけるスタイル、このスタイルはやっぱりイケエビをね、使うエリアで非常に今盛んに行われているテクニックの一つなんですけども、この 235MH プラスはそんなですね、今流行のテクニックに対応したモデルとなってます。最後に円月 XR はベイトモデルも充実しています。ベイトリールにはカウンター付きのリールもあり、非常に水深もねしっかりと把握もできますし、ポールレバーでポールスピードをコントロールすることも可能です。そして何といってもクラッチ操作でワンハンドで瞬時にフリーにできるので、海底にね非常に起伏に富んだ場所に対してしっかりと天野をね送り込んでいくという操作、細かい操作にも適していると思います。ラインナップは B235MH プラスと B230H、 そして B235MH プラスはフロントトリガーを採用しています。フロントトリガーのメリットは細かな天野の操作性、そしてショートキャスト等のレスポンスを重視した天野ゲームに非常にメリットの多いグリップとなっております。 B230H は X シートエクストリームガングリップを採用しています。重めの天野やバーティカル展開、しっかりサポートして安定感が持ち味のグリップとなっています。そして円月 SS 一つ天野マダイベイトモデルが3アイテム追加になっています。ラインナップは B240MH プラス、 B240H、 B240HH の3アイテムとなっています。一つ天野ロッドでは非常に人気の円月 SS なんですが、そのアイテムにですね、本格的なベイトアイテムが3アイテムも追加になったということで、まだまだベイトタックルをですね手にしたことのない一つ天野ファンの方にもですね、ぜひこのベイトスタイルの天野を楽しんでいただきたいなというふうに思います。こちらもベイトの MH プラスと H には X シートフロントトリガーグリップを採用しています。細やかな操作性が得意のグリップです。そしてベイトの HH、こちらはですね非常に重い点やをディープに入れ込んでいくような時にビシバシ、アクションさせて、誘う時、こちらはですねやはり安定感が魅力のグリップとなっています。ますます進化する一つ点や
この繊細でエキサイティングな釣りをぜひ進化したロッドでご堪能ください。